皆さん、こんにちは。今回は、知らないうちにお金が貯まる1000万円以上貯めた人がやっている貯金のコツを紹介します。ではでは行ってみよう、ゆっくりしていってね。1000万円貯めたことがある方、お金の使い方で気をつけていることや節約しているところなどいろいろ教えてください。よろしくお願いします。お風呂に入るときは頭シャンプー、身体洗ってまとめて流したり、最終セールで来年着る洋服買ったり、試着200、500円。マツエク、カラー、カットはミニモノモデルで無料や低価格でやって、ジェルネイルはセルフ。無駄遣いしないように予定外にコンビニで150円のペットボトル買うなら、この150円でキャベツ一玉買えるなとか置き換えて考えたりしてやめたり。安いのが買えたら得したって考える癖がつくようになると良いかと。買えるけど買わないとか、本当に必要なものは高くても買うようにすればストレスたまらない。子供できてから夫婦とも外食減ったのが大きい気がする。小滝と外食しても麺類とか回転寿司とかで大したお金使わない。若い頃の彼や友人との交際費って意外と使ってたなと思う。夫婦お金を一緒にしたらびっくりするくらいすぐお金が貯まった。お互いそれぞれにしてた時はやっぱり自由にいろいろ買ってたけど、結局は洋服とかもそんな着ていくとこもないし無駄遣いだったなと思う。財布に2000円くらいしか入れない。人付き合いしない。とりあえず月々5万 ×12 ヶ月ボーナス20万 ×2 これを10年間で1000万。夫婦で老後資金4000万貯めようと思ったらこれが40年間になります。とりあえず貯金したら下ろさない。外食はしない。外食はギャンブルの次に良くない。お金がたまらなくなる習慣らしい。猫飼ってるから休みの日は家にいたくてお出かけしなくなったらどんどんたまったよ。節約は一切しませんが無駄遣いしないようにしています。心がけるとかじゃなくて絶対しない。資産運用でもっと増えてるからいくら貯金したのか正確なところはわからないけど、多分1000万は貯めれてたと思う。1年収を上げるにご飯は基本自炊さん。自分にご褒美をあげる習慣を捨てる。4お金の余りかからない趣味を持つ。ご自分でできることは何でもやる。その過程を楽しむ。それを趣味とする。差し入れ貯金、家計簿、NISA、コツコツ無理なく息するくらい自然に。とにかく稼ぐ。身の程をわきまえた家、車を選択していること。服はそれなりに好きなブランドのものを買うけど、こまめにダンスで話する。コツコツ貯めて3000万定年までまだまだ頑張る。ブランドものを買わない。というか全く興味がなくてよかったと思う。買えるけどね。毎月一定額積み立て口座に落とすようにしてたら気がついたら貯まってた。節約だけじゃダメ。とにかく時間あったら働いて稼ぐのは絶対に必要。社員寮付きの仕事に転職した。都内勤務なのに給料は手取り約14万だけど、ずっと一人暮らししてた頃と比べたら最低でも毎月10万は貯金できてる。年齢と子供の人数にもよらない。子供2人いて30代前半なら貯まってる人は少ないと思う。貯金あるけど、もう50代だからな。新ママで実家暮らしだし、45歳くらいから自分の将来の見通しの甘さにやっと気づいて、非正規ながらダブルワークしたりしてやっと手が届いた。近い勝る起動すべきゅう。結婚して共働き、2人だと生活コストも割安なので贅沢しなければたまると思います。リスクとか転職するという選択肢も考えられるようになるのでいいですよ。いつまで2000万貯めるのか、年にいくら貯めればよいのか、そうするには月にいくらボーナスでいくら貯めればよいのか、逆算です。ちょい無理めでやるのか、ちょい余裕を持ってやるのか、それは自分次第で決まれば天引きや毎月引き落としで残りは自由に使う、好きに使う、でたまりました。コンビニには基本行かない。固定費を下げる。格安 SIM とネット銀行は必須。可能な限り自炊。娯楽は中古品や図書館を活用する。我慢しすぎない。未来の自分への投資は怠らないで年収を上げる努力をする。転職。投資でお金にも働いてもらう。家計簿をつけ、1日1000円までとか2000円までとか上限決めて、その中でやりくりする。なお急な交際費や固定費は別。普段の生活は無理な節制はしないけれど、水筒を持参するとか、カフェは友達と会う時しか行かないとか、メリハリはつける。自分は洋服はメイク、美容費本当に興味がないので最低限しか使わない。
シャンプーや石鹸等の消耗品は高いものは買わない。服は通販で買わず売れるメーカー品を買う。バーゲンは買わない。作り置き副菜を1週間分10品作り、メインのみを毎日作る。はい、私先日貯金が1000万超えました。嬉しく嬉しくて貯金を見てはにんまりしてます。外食の習慣があまりないので基本は自炊です。貯金ばかりだとそれも辛いので、全て予算化してその範囲内なら使うことにしてます。無理せず楽しんで貯めるようにしてます。あとは健康と体力かな。これが実は一番大切だと思う。外食しますか？1000万貯めるまでは外食そんなにしてない。100円すらも惜しくてケチってたよ。出張や帰省の途中でどうしてもという時だけクレジットカードのポイントでもらうジェフグルメカードで外食します。普段は一切しません。お金持ちほど締まり屋だよね。褒めてる。逆に貧乏人ほどで前頼んだりコンビニで爆買いしたりしてる。それはそうかも。私はコンビニには基本行かないし、一度しか着ないドレスはメルカリで買うし、スーパーの半額商品も全く抵抗ない。それで浮いたお金を貯蓄に回せるし、本当に欲しいと思うものができた時に自分のお金で買うことができるから。外食は株主優待で行きまくってる。外食はほとんどしない。節約が理由じゃなくて家で食べる方が好きだからだけど。入り口は何個でもいいが出口を一つにする。3ヶ月は家計簿をつけてお金の流れを知る。流れを知った後どうしましたか？浪費の洗い出しと来月の予算決めました。収支と支出が決まると年間の予算立てして預金を長期、学費、短期の3種類に決め、先取りで振り分けた後のお金で生活する。貯金するほどお金がないというなら収入を増やすこと、ないないって言ってても誰も助けてくれない。普通にコツコツ働いて貯めたよ。もともと質素で洋服やコスメもプチプラばかり。すごいわかる。服でもコスメでもその価値あるかなと買わなくなったし、美容院とかもかけた金ほどのリターンを感じなくてセルフになった。給料日20万点引き、残ったお金で生活、これだけ。自分も財形で勝手に貯まってた。自宅通勤の上、親は貯金するなら家にお金入れなくても良い派だったので特に節約もせず、まずは10万円を手つかずに貯める。100万円貯まったら定期、その繰り返し、いつの間にか1000万円。さらに本当にコツコツ貯めたら下ろさない。大きなお金を使わない海外旅行、ブランド品とか。普通に収入がそこそこあって忙しくて使ういとまがなかった。年収600万で5年ちょいで1000万超えました。今メンタルやられて年収半分以下になったから全然たまりません。貯金を減らさないことで精一杯。稼げる力を身につける。出る分支出を減らしたところで大した額にならないから、入る分収入を増やすことに尽きると思う。やっぱり人が集まらない職種や簡単ではない仕事は稼げる。特に女性の場合は割と採用もされやすい。年間500万だけ貯めて5は全部使えば2年で貯まる。うちはそんな感じ。実家暮らしに耐えて貯め続けるか。貯金はあんまりできないけど、若いうちに自由な一人暮らしを楽しむか、どっちが良いんだろう。自由な一人暮らしだけど給料とボーナス天引きで貯まるよ。天引きしたらストレスがたまらないように節約しすぎない。ただし電化製品とかの大きな買い物は壊れてから買い替える。実家暮らしで残業は当たり前な業種で貯めました。車とか旅行とか服とか高い趣味はない。大きな買い物はパソコンぐらい。数十円の食料品の節約とか光熱費をまめに消すとかのちまちましたことより収入を増やすのが手っ取り早い。毎月の給料以上の支出はしないが、基本給料が入る口座は毎月決めた日に空にして貯める口座に移す。お金持ちはブランド品を持たないわガチ。節約して貯めて20代で持ち家買ったよ。会社の財形や先取り貯金、浮いた生活費は全部貯金していた。今も節約が趣味で浮いた生活費は全部貯金している。あとはニーサで投資信託積み立てたり個別株買ったりしている。セールには行かない。安くなってるからってついいらないものも買っちゃうし、普通のタイミングなら値段も考えて本当に必要なものしか買わない。友達付き合いがほとんどなかった。外出予定がなければ服も化粧も不要だから使いどころがなくてたまった。確かに付き合いが少ないとお金たまる感じはするよね。趣味に使っても知れてるし。収入額によって貯まるスピードの差はあるけど、
貯蓄率 80% くらいをキープできれば数年でいける。さてさて、知らないうちにお金が貯まる1000万円以上貯めた人がやっている貯金のコツはいかがでしたか？この動画が良ければグッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。ではでは、次回の動画でお会いしましょう。